いよいよ始まった今大会。しかしこれまでのチャレンジャーは2組とも初戦敗退。そしてこの2人はね、運動神経めちゃくちゃいいんですよ。運動神経最強ペアが登場。波動ビーストコロシアムレッグスリー。今大会は挑戦者が世界トップレベルの波動プレイヤーであるビーストとバトル。7人のビーストが5つのステージにランダムに登場。各ステージには賞金が設けられ、5つのステージ全てをクリアすれば賞金1000万円を獲得できる。それでは挑戦者カモン。チャレンジャー裸足なめんな。裸足でのプレーをモットーにしている2人。松本カニは女子トーナメントで1位、ゲンはレッグ2実力ナンバーワンチームのメンバーとかなり期待できるペアが登場。その個々の実力でまあ行っちゃえって感じのチームなんで、まあ、彼女も一応101 の, その女性の中で1位取ってるし、まあ、僕も本番にはめちゃくちゃ強いっていうあれがあるんで、まあどこのチームよりも本番の番狂わせは一番あるかなって思いますね。とりあえず、まあ、楽しくやればいいかなっていう感じがあります。チャレンジャー裸足なめんな。ビーストを打ち負かし1000万円をつかみ取れ。それでは軍曹、このお二人の仕上がりはいかがでしょうか。この二人はね、運動神経めちゃくちゃいいんですよ。まあ、あの前回も出てるゲン、はい、こいつプロのクライマーですし、で向かって左もう見たまんまです。もう明らかに身体能力高そうでしょ。高そうです。高いんですよ実際、はい、初めて波動をやった時からちょっと違うなって周りを思わせるような動きをしてましたし、で飲み込みも早い、まあ、やってくれるんじゃないかなと、正直期待してます。さあそれでは最初のビーストに登場してもらいましょう。それではビーストカモン。ビーストパン屋パンダ田中ゆかり。波動プレイヤーナンバーワンの回避力を持つ彼女だが、前大会が相当悔しかったみたいで。負けました。どっちも結構持っていた以上に手ごわくて、ちょっと気持ちがふわふわしたまま私も挑んでしまったので、前回はそこが反省点、自分の中で反省点なので、チャレンジャーに対してもなんですけど、自分に負けないように今日はしっかりやろうと思います。絶対負けません。ビースト波動の海の親本木拓磨。レッグ2は全敗を喫した彼だが、今大会5対0で圧勝。今日すごい調子いいみたいなんで、はい、この試合も圧勝したいなと思います。ビースト田中元清、挑戦者を蹴散らせ。ファーストバトル、裸足なめんな松本源 VS ビースト田中元清。それでは準備が整ったようです。いきましょう、バトルスタート。まず先制したのはビースト。仕留めたのはビースト田中ゆかりですね。サーブ権があるので前に攻めてる形ですね。もっと上下、関節柔らかい、柔らかい。続けてビースト得点ゲット。柔らかい動きをそうですねできるので、かなり低い姿勢取ってきてますね。冷静に全体見よう、冷静に全体見よう、冷静に見ような。仕上げろ、仕上げろ。くさあビースト3連続得点。チャレンジャー大丈夫か。
ね。そうですね、サーブ権で前に出る時の、まあ、リスクの一つですね。打った後に取られてしまうっていうのが、はい、声かけ、声かけ。さあ、こう取り返しでいけた。一発でしっかり決めてきました。チャレンジャー、ようやく反撃ののろしを上げる。すごいね、エールが高い方なので、やっぱこう、出てきたかな、調子が上がってきたかなという感じはあります。調子を上げてきたチャレンジャー、これで2対3。カリンさんの方が決めてきました。エンジンかかってきましたよ。ラリーというよりはもうサーブの 2,3 発で仕留めるという展開が続いてます。冷静にな。さあ、シールドを張って取った。シールドを張られる前にヒットさせ、同点に追いついた。3対3の同点です。どっちのシールド壊すな。さあ、この試合初のビースト側からのサーブ。シールドを壊すな。共有者、共有者。さあ、ここでシールドがフィールドに4枚、5枚かなりな、ね、これから割っていくか。さあ、ここでチャレンジャー割れてしまった。さあ、どちらから壊すか。少し張らずに回避で飛ばしていきます。左のシールドは2枚重なっているので、かなり球数が必要です。そうですね。さあ、ここでもね、しっかり相手からの攻撃を、ね、見切って避けれてますね。さあ、このシールドタイミングかなりいいんじゃないでしょうか。いいですね。あ、うまい。しかしまだ残していた。激しい攻防戦を勝ち取ったのはビースト。これでマッチポイント。いや、そうですね、ゆかりさんを見てる状況を横から本木さんが取っていた形になります。はい、さあ、マッチポイントビースト、ここで取れるか。チャレンジャー、いい試合。ナイス。さあ、取られるわけにはいかない。さあ、シールドも割って取った。チャレンジャーも粘る。デュースに持ち込んだ。さあ、サーブ権はビースト側に移ります。さあ、冷静に、冷静に入ってる。冷静に、隙間、隙間。カウンター、カウンター。あのシールドを渡りして、ビーストはアパート。チャレンジャーとうとうマッチポイント。次で決めたいところ。次のもともと持ってるエイムがだんだん出てきたような形がしますね。決められるか。さあ、決められるか。さあ、シールドが割れた。抜き出しの戦い。取ったの。見事大逆転。これでゲームセット。勝者、チャレンジャー、話なめんな。賞金10万円獲得。まあ、僕たちの強みは本番に強いところだと思ってたんですけど、本当に本番強かったです。めっちゃ嬉しいです。本木さんがあんまりなんか動いてない感じがしてなんか打てちゃって、ありがとうございます。すみません、はい。自分的にはめちゃめちゃ速さで動いてたんですけどすごい悔しいです。さあ、というわけで、まず賞金10万円ゲットいたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。一応確認なんですけれども、ここでドロップアウト、10万円持ってドロップアウトすることも可能ですが、どうしますか。戦いますか。もちろん、はい、戦います。それでは、ビーストカモン。ビースト、狂気の求道者、マエピー。相手を徹底的に調べ上げるマエピー。今回も相当自信があるようで。特に避けとか動きの面で強化して、その中での情報処理能力をちょっと上げてきたんで、今回もっと余裕持って戦えるのかなと。ビースト、マエピーを、挑戦者を蹴散らせ。あの、次の101マイピーさんと戦うのは僕です。おー、ありがとうございます。はい、さあ、今回初の、セカンドステージ、意気込みをお願いします。チャレンジャーには全力で俺を楽しませてほしいなと思ってます。まあ、前回そのマイピーさんが出てきて、まあ、前回のチャレンジャー、まあ、夏希が 5-0 で負けたんで、正直まあやばいなと思ってますけど、まあ、僕はそんな甘くないんで、まあ結構僕も疲れてきてるんで、逆に 5-0 で仕留めないとやばいかなって思ってます。セカンドバトル、裸足なめんな現 VS ビースト
マイピー。それでは準備が整ったようです。参りましょう、バトルスタート。頑張れ。キレキレ。さあ、お互い冷静に出方を見ている感じですね。かなり、ね、広くフィールドを使ってます。まずは後ろに下がってしっかり相手の球を見切りながら。ビーストマイピ、落ち着いて先生。下がってました。先に決めたのはビーストです、はい、どちらも結構落ち着いてプレーしているような感じですね。そうですね、あのしっかり冷静に場に飲まれることなく戦えていると思います、はい、無駄な動きがないというか。さあここで、さあ決めた、決めました。チャレンジャーサーブをうまく当て同点。このサーブ後の点はかなり警戒しないと危ないかなという感じですね。やり返してくるよ。倒せ。怖い怖い。さあここしっかり受けてきました。しかしね、サーブ結果が終わった後に下がれるっていうそのビースト の, あの今の動きもすごい良かったですね。そうですね。しっかりその後カウンター嫌うことなく下がって、お互いラリーが続いている状態です。さあ両者距離を取ってここで決めたな。リーサー、ビースト相手の動きを読み得点ゲット。今のちょっと油断してた感じですね。ただ全然取り返せる球だと思います。さあチャレンジャーサーブ、ここに決まった。ビースト果敢に飛び出し突き放す。素晴らしい。逆をついて一気に前に出て避けてきましたね。これなかなかメンタルないとできないですよ。いや怖いですよあれ。いけいけ、重た。勢い止まらずマッチポイント。この流れを止めたいチャレンジャー。さあどうなる。これがビーストの実力。かなり余裕があるように見えました。見せつけてきます。さあチャレンジャーサーブ、シールド。さあそしてシールド発見した。どちらが先に壊すか。悟られてはいけない。まず冷静に戦っていきたいと。決して慌ててはいけないですからね、ここでね。今のも。さあ、ライスシールド。さあ、今お互いチャージを貯めています。先に打ち込んできたのはビースト。さあ、マックスマイカメ、一気に、ね、割る作戦ですね。さあ、またむき出しの状態で、まずは1点取りたい。どうしよう。ビースト強かった。これでゲームセット。勝者ビーストマイピー。話しなめんだ、ここで敗退。まあ最初の1点で読んだんで、まあ、最初だけすげえ楽しかったです。さすが戦略家と言いますかね。悪者じゃん。強すぎてあの悔しいとかならなくなっちゃいましたね。もうマジで、はい、尊敬しました。なんか見ててもなんか戦いづらいだろうなってすごい思ったし、なんかとても悔しいです。それではチャレンジャー大将、ありがとうございました。マイクもありがとうございました。いやめっちゃ増え、ワンチャンス。それでは挑戦者カモン。次週次のチャレンジャーが登場。果たして1000万円獲得なるか。